妊娠と出産に隠された目に見えない世界の権利。人間の創造は無極と大極の世界において創造主の意識の中で行われます。人間が創造されている権利について人類は今まで何にも知らないまま生きてきました。人間が創造されている権利を知らない人類はこれを創造主の造物と認識していました。人間が創造されている権利を知らない人類は人間が猿から進化した存在だと信じています。人間の創造は目に見えない世界で行われます。人間の創造は無極と大極の世界にある生命創造チームによって行われます。人間の創造は中古事件の宇宙科学技術と中七事件の宇宙科学技術と中八事件の宇宙科学技術によって行われます。人間の創造が見えない世界で宇宙科学技術者によって行われます。人間が目に見えない世界で創造主の意識の中で造物がなされると造物された人間が色の世界に誕生するための強制的手続きに入ります。目に見えない世界での人間の創造は見える世界では妊娠と出産という形式を通じて人間の誕生が行われます。目に見えない世界での生命体の造物が妊娠と出産という過程を通じて生命体の誕生が行われます。目に見えない世界で造物された生命体は創造主によって造物された生命体は色の世界に生命体の誕生を通じて生命力を得ることになります。目に見えない世界で造物された生命体は妊娠を通じて細胞から分化が行われます。妊娠を通じて細胞が分化して組織が生まれた後、器官が誕生する。これらのすべての過程はすべて自動化プログラムで設定されています。有性生殖をする生命体の中の動物たちは妊娠から出産に至るすべての過程が自動化プログラムになっています。この全過程は中古事件の宇宙科学技術によって自動化プログラムが組まれており実行されています。血の型生命体の妊娠と出産を通じた生命の誕生には中七事件の宇宙科学技術によって自動化プログラムが組まれています。妊娠と出産を通じた人間の誕生も中七事件の宇宙科学技術によって自動化プログラムによって行われています。目に見えない世界で創造主によって造物された生命体は生命誕生のための自動化プログラムを通じた生命の誕生が妊娠と出産を通じて行われます。見える世界では中一事件のエネルギー体によって自動化プログラムが正常に作動するか発生可能な変数を取り除き予想可能な変数を管理する役割があります。目に見える世界で苦事件のエネルギー体によって妊娠と出産の過程にある生命体にエネルギー像を設置して保護しています。エネルギー像が設置されると自動化プログラムがエラなしで進行されるようになります。目に見えない世界で起こる生命体の造物は霊魂の進化のプログラムに合わせて行われます。目に見えない世界で起こる生命体の造物は封印の形でカルマのエネルギー像の形で生命体の誕生後に起こる過程を含まれています。
目に見えない世界で生命の創造が行われた生命体の中、単細胞生命体と無性生殖をする生命体と単純な植物は妊娠と出産の過程を経ずに物質世界に生まれます。この過程には光の生命のキチムと宇宙感染が関与しています。この過程は惑星の生命体が入植された原理という文に詳しく記録されています。目に見えない世界では生命の創造が行われます。生命の創造は物質世界では妊娠と出産を通じた生命の誕生を通じて生命の創造は初めて完成が行われます。目に見えない世界は物質世界を通じて現れるしかありません。目に見えない世界が木の根なら物質世界は木の生命の花です。物質世界の花は生命です。物質世界は生命体の展示場です。物質世界は生命体のためのお祭りの場です。物質世界は様々な生命体というの回答を切って霊魂の物質体系の楽しんでいる霊魂のためのお祭りの像です。物質世界は創造主が生命体のために準備した祭りの像です。神羅万象に広がっている生命体の祭りの像を開き、管理するために天が存在するものであり、創造主も存在するのです。生命の創造と生命の誕生に対する大渦の秘密を天との疎通の中で天との調律の中にこの文を腕川チーム長が記録に残します。2019年6月13日、腕川。